陵陽君の家族の申し出によってこの当地を八幡平市に寄贈していただくことになりました。これずっと八幡平市役所のホールに飾っておきたいと思いますので、ぜひ皆さん時間のある時には来てご覧になっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。子どもたちに一言メッセージをお願いします。はい、今日はたくさんの小学生の方たち、大人の方たち、すごく楽しい気分で八幡平市を来てからのすることができました。ありがとうございます。はい、これからの未来を八幡平を背負っていく子どもたちなので、ぜひ頑張っていきましょう。素敵なメッセージありがとうございました。八幡平市民一同応援しております。かっこよかったです。かっこよかったね。はい、とてもかっこよかったし、身長もでかかったので、ねかっこよかったね。テレビで見るよりもやっぱかっこよかったです。同じくです。同じくとても速くてすごいなと思いました。東京オリンピックに関われることはもうないと思うので、頑張っていきたいと思います。すごいワクワクしてます。あ、ワクワクですか。緊張とかはないですか。はい、緊張とかはしてないです。すごい楽しみにしてきました。北京オリンピックでは、自身2度目となるオリンピックなので、まあ、それなりの期待もしていただいていると思うので、メダルを目指して頑張りたいと思います。